ありえねえ。元彼が依頼人って。しかも元彼相手にイチャイチャしてさ。相手に未練があったらどうすんだよ。あの赤木って人、まだ徹さんのこと好きだよ。りょう。何？また言い訳しに来たの？そうじゃない。話を聞いてほしい。何？寒いから家に戻ろう。心配かけて不安にさせてごめん。怒るのも当然だよな。でも俺が好きなのは亮だから。怒ったし拗ねた。徹さんを取られるんじゃないかって不安でたまらなくて。だけど徹さんを信じるよ。ありがとう。今日も泊まっていってよ。僕を怒らせた分、今日は優しくしてくれるんでしょ？え？いつも冷たいかな？そうじゃないよ。いつも優しいけど、今日はもっと優しくしてよって話。何してほしい？うん。久しぶりに喧嘩したね。うん。ここまでの喧嘩は初めてかもしれない。でもお互い本音を言えてからよかった。りょう、明日は休日だけどどうする？徹さんがいいなら昼まで一緒にいたいな。うん、もちろん構わないよ。僕も明日は休み取ってるし、夕方まで一緒にいたいなーなんて。俺は構わないよ。好きなだけゆっくりしていって。ありがとう。じゃあお言葉に甘えようかな。トールさん、うん、少し疲れちゃった。このまま寝ちゃってもいいよ。うん、少し疲れちゃったみたい。今日は早めに寝ようかな。りょうも一緒に寝ない？鈍感な恋人もそう大変だな。好きだよ、トールさん。